どうも皆さん、こんにちは。今ね、YouTube の、競馬のレース映像がね、6本中3本、一部の広告主に適さない、っていう表示がされたんでね、まあ、YouTube の方がなんかメールとの問い合わせが一切ないみたいなんでね、フィードバックだけ送信、しましたんでね、まあ、模型が、広告に適すか適さないかね、実験も兼ねて、ちょっとトミックスのね、11月度の、受注書、新製品の受注書が、ね、案内されてるんで、それご案内したいと思います、ついでに。何回かね、ご案内してた、スターターセットっぽいのになります。一応ね、少しずつ、全部ね、案内していきたいと思います。あ、その前にね、宣伝ございます。一応ね、ここの画面に、10月7、8、9からね、大阪難波の御堂筋ホールでね、ホビーランド墓地、大阪イン難波店がね、フェスティバルやるみたいなんですが、新しいフェスティバルがね、決まっております。第158回は、はがき来てないんで分かりません。申し訳ございません。先に告知します。第159回、ホビーランド墓地新宿店開催。11月3、JBC クラシック、失礼。ジャパンブリダーズカップ競争を行われる、大井競馬最終日と、4日、5日、3連休の日にね、新宿で開催されるみたいです。で、11月5日の日曜日最終日は、最大5000円の墓地金券や、鉄道模型が当たる千本釣り大会が行われると。で、それに伴う新宿店は、11月2日臨時休業。で、3、4、5は、買取業務のみ行い、11月6日は、12時から、昼開店するみたいです。ホビーランド墓地新宿店が、確かあれか、魚屋かな？飯食う魚屋かなんかの上にあるんでね。まあ、ちょっとそれとはだいぶ反対側の、まあ、西武新宿駅側になっちゃったんでね。まあ、こっちの方は行ったことがないんで、多分行かないと思います。まあ一応ね、前回に横浜、てか今までのね、ポチから来たハガキがね、まあ結構すごいのがあるんですが、これがね、去年横浜で年末に送られた時のハガキ、まあ東横線シリーズで、まあすごいハガキだろうと。で、その後の秋葉原が、一応ね、まあ秋葉原東京ってことなんでね、まあ新幹線。で、その後の横浜がね、まぁ、ちょっとチンケな、広告になってしまったんですけど、まぁ、商品のね、配置図の方、まぁ、映像、まぁ、写真だけ。で、これが 10% 書いてラップで。で、今回のね、秋葉原で行われたのが、こちら。まぁ、なぜか蒸気機関車。っていう感じなんでね、まぁ、今回、新宿なんで、まぁ、中央線、総武線でね、まぁ、久々、おぉ、いい、面白いクオリティだなと思った、ことでございます。第158回のね、はがきだけはなんか、関東なんでね、俺届いてないんで、まあ、もしかしたら、あっちかな？まあ、京都とか博多の方でも行われるのかな？まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、とりあえずね、159回、11月3、4、5、金、土、日は、新宿で行われるみたいなんでね、まあ、もし行きたい方いましたらね、どうぞ、まあ、行ってみてください。ただの、番宣になります。で、続きまして、本題入ります。トミックスから、2017年11月度の、Nゲージ新製品受注書が、案内されております。製品番号9095、マイファーストトミックスで DF200-100 型、Nゲージ鉄道模型ファーストセットが1万円プラスで、9096、電気機関車 Nゲージ鉄道模型ファーストセットが1万円プラスで、91074、レールセット、高架伏線、立体交差セット、HC パターンが1万5000円。製品番号1225、手動合成枕木ポイント NPR541-15SYF1800円と、製品番号1226の、NPL54115-SY1800円プラスでが出ております。ちょっとお待ちくださいね。まあ、各製品で見ていきたいと思います。マイファーストトミックスが99.5 DF200-100 型と Nゲージ鉄道模型ファーストセット1万円プラスで、鉄道模型入門者用トータルセットで車両はディーゼル機関車と貨車が入っております。トミックスはじめ必要なレールコントローラー車両など全てセットになってお求めやすい価格になりましたと。DF200、機関車は子供人気のレッドベア、初心者にも使いやすいパンタグラフのない車両。エンド表記、検査表記を印刷済みで再現、レッドベアロゴマーク、JR、フリーエイトでいいのかな？ちょっとわかんないかもしれません。で、マークは印刷済み。ナンバープレートは101、104、117、120が付属。車両の仕様は、製品番号2226の機関車に準じる。古希107は、車番が1031印刷済み。初製品型なら Z19B コンテナも3個セット。車両の仕様は、9月か8月頃出た、
8718JR 貸し子客7が増備型、JRF マークが、ないタイプの、コンテナなしに準じるっていうことでございます。レールはファイントラックレール採用 PC 枕木タイプ再現、コントローラーはコンパクトな、パワーユニット FG17 をセット。初心者の脱線防止のため最高速を抑えております。あ、そうなんだ。その他9096、電気機関車 N ゲージファー、鉄音機ファーセットが、電気機関車については車体はオリジナルカラーの赤、手すり信号円管一体式、ナンバープレートはメーカーズプレート付属、車両の仕様は、6433マルチレールクリーンカーセットの電気機関車に準じると。6433、ちょっと調べてみましょうかね。コミックス。6433。マルチレール、失礼、マルチレールクリーニングカーセットの、6433は、あれ ED62 みたいなのが付属するタイプですね。一応画像が、こちらになります。マルチレーニングのセットで ED61 かな？ちょっとね、ED612 っていう感じのがね、ついてくるみたいです。で、一応、トラン7万型貨車については、車番は74778付属、印刷済み。2713の国鉄貨車トラン7万型に準じる。タム500に関しては、車番は2503印刷済みで、2723。シルバーに準じると。レールはファイントラックレール採用で、キマクラ、いいのかな、で再現、ポインター指導ポイント。で、パワーユニットは、FG17、セット。レール配置は引き込み線で対戦型。まあ、多分加藤でいう4号ポイントを備え付けたセットみたいな感じだと思います。で、トミックスから91074、レールセット、高架伏線、立体交差セット、HC パターン。もうこれが1万5000と、ベーシックセットやマイプラン、レールセットや高架伏線セットなどと組み合わせることで、レールの発展がより自由に展開できます。ファイントラックレール採用、レール配置は伏線トラス撤去を含む小判型エンドレス。直線部分はストレートレール S283 本部と同じ高さ。伏線トラス撤去は3051の、青と同じ色。伏線トラス撤去を除くレールの枕木とバラした塗装、印刷に枕木はコンクリート枕木を再現。パワーユニット DC フィーダー付属しません。ストレートレール S282 本、伏線ストレートレール DS140 が2本、伏線ストレートレール DS280 が2本、失礼、DS144 本ですね。4本の280が2本、カーブレール317-280-45が4本と、391-350-45が4本、なるほど。でもあれか、伏線じゃないカーブレールがつくってことか、この表記だと。で、伏線勾配橋脚2組と伏線トラス撤去の青の1組。伏線 PC 橋脚は2個。まあ、多分あれですね。高架橋用ですね。2組の。PC 橋脚は多分あれトラス撤去用ですね。で、伏線ストレートレールがこれと。合成樹脂製枕を表現したとみ、で、ごめんね。で、一応下が、製品番号1225と1226。合成樹脂の、枕木を再現した。表現したトミックス標準手動ポイント1225と1226、右と左、腐食しやすい木製枕木に代わる、新しい枕木として近年目にする機会を行った合成樹脂製枕木を再現した手動ポイント例です。製品は木製枕木となる分岐先の、枕木配置を実物に基づいて再現します。またダミーポイントモーター付属するなど基本的な仕様は従来のポイントにシーズンに準じています。ファイントラックレール採用、簡単確実な接続、合成枕木表現。別売りのポイントへの駆動ユニット1台により電動ポイント化が可能。完全選択式採用、リバースオンでは複雑なポイント、複雑なポイント設置でも簡単な電気配線で楽しめます。ギャップは別売りのギャップジョイナーとの交換により再現、スプリングポイントとして使用可能。ダミーポイントモーター付属。スプリングポイントはいいな。まあ、NG じゃねえや。エノデンの、どこだっけな、なんとか信号所にあるあれか。ちょっとやりてえな。まあ、合成枕木なんでね。まあ、最近よく目にする新しいレールの、あれですかね。まあ、いいかなと思います。で、ついでに、トミックスからね、10月から12月、発売予定してある商品もね、一部ちょっと案内だけしましょうかね。まあ、ついでに。まあ、ちょっとトミックス製品はね、多分予約俺は一切してないんで、ほぼってか絶対関係ないんでね。一応、まあ、大雑把な、紹介になります。
2017年10月、今月予定されている9826-7268、北斗星 JR 東日本仕様が、繰り上げ。単品、オハネフ25ゼロ番台、増結用と、オハネ25ゼロ番台、東日本仕様が増結用。で、オハネフ25200、オハネ25100、これが増結用が、一緒に繰り上げと。そっか、北斗星仕様だからあれか、金曜日か。できれば銀曜日欲しいな。まあ、白帯とか。で、製品番号9180 EH200 型、ブルーサンダーがね、ブルーサンダーでいいのかな、が、1万で出るみたいです。で、ED62 型、シールドビーム、2223から2239まで、デーテンの、投票シリーズ、釧路湿原の6個、1705号機茶色、JR 東海、1152、紀ノ国シーサイド、アイランドエクスプレス、四国カラー、その他が、1756号機、ハイパーサルーン、これ九州ですね。で、デーテンの、JR 貨物更新車 B。まあ、俗に言う赤と、グレーっぽい色かな。まあ、俺はどちらかというと、クリームソーダみたいなね、水色とクリームっぽい色の方が好きだったんですけど。まあ、個人的には。まあ、でも、7000円だから、まあ、ヨドバシとかのところで買えば、まあ、5600円プラス税ぐらいかな、値段は。でね、あと、まあ、俺が買いたいのはこれですね。京王臨海鉄道の KD55 型、103号機が7000円。まあ、できれば、神奈川臨海鉄道も欲しいんだけどな、俺としては。まあ、水江町じゃねえ、どこだっけ、浮島じゃねえぞ、どこだ、水江町じゃねえぞ、まあいいや、まあよくはねえや、どこだっけな、あれ、何駅だっけ、川崎か、川崎、神奈川臨海鉄道って、浮島町駅違う、水江町駅違う、まあいいや、ちょっと忘れしました、申し訳ございません。まあ、京王臨海鉄道も、ついでに買いましょうかね、まあ、できれば。で、3247が、なぜか製品番号一緒で、トラフガーター橋の赤と深緑2本セット、各800円。で、5701、TNOS 新制御システム基本セット。まあ、あれかな、1つのレールで、DCC を使わずに、一気にね、電車は使えるという、面白いか、ハイテク機械。まあ、それがね、出るみたいです。で、その後、TNOS、TND1000 と、100と、延長コードが、センサー用が一緒に出るみたいです。キロポスト126号が、クリア、初記載が出るみたいです。HO から、古希106型、グレー、ヤマトミコンテナ、あと、私有貨車、滝1000、日本オイルターミナルが、出るみたいです。再生産品、9279に、24期25型新大客車、北斗星。多分ね、こっちの北斗星の単品等が繰り上がったので、ついでに多分繰り上がっちゃったのかなと思っております。で、EF81 の北斗星色6500円も、一緒に繰り上げと。で、HO ゲージの再生産が、タキ1000、日本石油装飾、テールライト付き。で、日本石油装とベータン。もう再生産なんだ。早っ。ってことは N ゲージも再生産してくれ。続きまして、11月品になります。国鉄183系、特急電車6両セットが2万2000円と、基本セット増結が、11月。で、183系、搭乗時が、出るみたいですね。で、キハ48型更新車、小賀線が出ると。で、単品モーターと。キハ4500型か、こっちは。小賀線モーター車と更新車の小賀線が単品、モーター車とトレーラー車。でね、こちら、小賀線がね、モーター車で、更新車はトレーラー車みたいです。で、キハ98266、115-2000系、近郊電車、瀬戸内色が出ると。あ、やべえ、忘れてた。209系、俺予約しました、1本ずつ。製品番号9862862998973限定品、209系2100番台の、暴走色6両と4両セットと南部線がね出るみたいです。まあどうせならね、ついでに今、大宮に改造入ってるなんか自転車のね、トレインのラッピング、あれもできればね、ちょっと面白そうなんで欲しいですね。まあ個人的には。で、限定品、EF644 型41号機茶色と56号機茶色。まあ今現役なのは37号機なんで、まあ引退した2台のね、製品みたいです。まあ、これは予約しておりません、俺は。ベーシックセット SDN700-1000系の望みのセット。で、これはですね、さっき案内した、DF200 のセットと ED61 っぽい機関車の、ポイントのセット。で、車両基地レールセットと延長部分の直線レール。で、レールセット。で、手動合成枕木ポイント。TCS センサー PC レールが、なぜか繰り下げ。再生産、横須賀線ですね、113-1500系の、1500番台の基本セット AB 増結サロ124が再生産みたいです。
まあ本当ね、もうちょっと横須賀線ね、まあ増結っていうか、まあ基本セット B だけね、欲しかったんですけど、まあ11両セットうち2本持ってるでいらないんでしょって言われたため、棄却食らったため、ようやく損ねました。12月品、多分これ待ってた方多いんじゃないですかね。485系、ミドルエクスプレスの A と B。で、ハウステン、失礼。ハウステンボス説ですね、あってますね。が出ますと。で、マリンライナーの A と B。これ多分人気あるんじゃないですかね。まあ今まで、今いるマリンライナーなんか多分出たことないんでね。まあマイクロ S から過去のマリンライナーっぽいのは出たと思うんですけど。で、その他が国鉄82系のディーゼルカーが基本セットと増結セット。で、単品のキハ82型、後期型が出ると。で、トレインマークは文字 B、C、D。JR115 系1000番台の高崎車両リニューアル車。あれか、前面のあそこ塞がれたやつかな、多分。間違えたら申し訳ございません。で、山手線から初期車のね、クーラーがなんか小さい小型の、デビュー当時のやつの、強化スカート型のセットかな、確か。それが限定品が12月。583系ありがとう583系セットが、12月。で、信濃鉄道の S7 編成、初代長野色と S15 編成の6両セットが、出ますと。EF67 型、100型の更新車と101号機の更新車、各出ますと。ディーゼルカーからキハ42線型 JR 西日本更新車2134番ノスタルジーが出ると。再生産223系2000番台の、基本 AB 増結 AB が出るみたいです。で、再生産、12月以降の再生産が、1151000番台新潟色、島風、103系のコンテンダー車 AT 車グリ、エメラルドグリーン、基本セットと、ユニットサッシの、増結セット。国鉄サハ130型初期型霊界車エメラルドクリーン。その他が、ムーンライト九州造形セットですね。なんだっけな。オハフ 14？ ソハフ 15？ わかんない。14系の座席車からね、作られたムーンライト九州なんかね、展望車がついた、ムーンライト九州が出るに伴い、もう再生産が決まった、あれでございます。で、E32000 番台翼が、再生産新塗装のみ。ディーゼルカーのキハ80型モーター車トレーラー車が、再生産と。多分これかな、キハ82系に準じる様子かね。で、カシオペアの26系の基本セット、造形セット AB が各再生産、となっております。腰痛。まあ、今現在俺がトミックス予約したのね、すみませんね、完全に忘れてましたね。今現在予約したのは209系が1セットずつと、あと E1 系 MAX と、これ多分12月以降に出るね。多分これね、1月かなと思っております。確か103系1000番台の、元ね、直通タイプの、常磐線がね、まあ、地上に出てきたエメラルドグリーン帯。直下。あれがね、出てきたんで、まあ、それに伴いね、俺あれ予約しちゃったんでね。まあ、ラッキーっていうことなんですけど。まあ、今、加藤の予約が、加藤あれか、カシオペアが今月と、山手線のラッピングが今月か。まあ、今ね、4メーカーね、全部予約しちゃってるんでね。まあ、少し気をつけないと財政難になりかけないということでね。気をつけたいと思います。まあ、一番の爆弾はね、マイクロ S が本当にどうなるかわからないっていうのが一番のあれなんでね。まあ、それほど加藤は、あ、そうか、加藤も今月、一部製品、12月以降の製品が遅れますって案内が先月出たのか。というわけで、まあ、今ちょっとね、4大メーカー中、まあ、4大メーカーっていうか、まあ、俗に言う、なんだろう。まあ、私鉄で言うランク1、2のうちね、ランク1の加藤から、まあ、ちょっと1ヶ月遅延する旨の発表が出て、マイクロ S だとどっちかな、まあ、あれか、まあ、まあ、1個ランク下がるけど、第2ランクぐらいのね、マイクロ S がもう遅延すごいんでね、まあ、あとはグリーンマックスにかけるしかないぐらいでございます。まあ、でもやっぱりね、加藤も国内生産にね、頑張ってるのはまあいいし、トミックスも今は一部製品は国内生産。で、鉄コレ等のね、そういうののみが一部今、中国産かな？まあ、マイクロ S は今、全面中国産で、グリーンマックスが、一部で、グリーンマックス国内産でいいのかな？まあ、ちょっとわかんないですけど。グリーンマックスもね、今ね、ちょっと軒並み価格が、ちょっと上昇しつつあるんでね、まあ、7両セットで3号だったり、まあ、10両で4万近くなったり。まあ、ちょっとマイクロ S とね、値段があんまり変わんなくなってきちゃってるんでね。例えで言うならば、東急2000系が、グリーンマックスから出た時に、
確か、デート出演の5万番台はね、まあ、ある程度ヨドバシなんかでも、残ったはずなんですけど、まあ、通常品のね、デート出演が瞬殺して、まあ、俺がよく行ってる店もね、基本セットで2入れる、造形セットで1か、まあ、そんぐらいしかね、入れないって言ってたんでね、まあ、結構グリーンマックスが今、製造をそんなにしてないのかな、まあ、それとも小売店がちょっと、まあ、販売店が入れてるのかちょっとわかんないですけど、まあ、ちょっとね、まあ、マイクロ S グリーンマックスに関してはね、再生産しづらいっていうのがあるんで、現状。まあ、ちょっとね、この辺は、まあ、値上がりそうなやつはね、強制的に、まあ、強制的なのが、もうほぼ強制、予約しちゃってるんですけど、まあ、その例外が、例外っていうか、そのね、対象となってるのが、まあ、KO7000 系、まあ、今回発売されたのだったり、まあ、グリーンマックスでいうと、東洋高速2000系がちょっと意外となくなりそうだなっていうふうにはね、俺は判断したんで、あれはちょっと予約したんですけど、あと、グリーンマックスでなくなりそうってのは、やっぱり西武6000系かな。あれはちょっと人気が出そうっすね。まあ、コアレスモーターになるっていうから、まあ前回、前々回買い損ねた人がね、まあ今回予約殺到するんじゃないですかね、多分。まあ、ちょっとどうなるかわかんないんでね、まあ大倉大臣と相談して、西武とね、小田急一線系の、まあ小田急一線系はね、多分予約しないと思いますけど、まあ西武6000系と、まあ京王のね、真っ黄色のイエローハッピートレイン、これに関してはね、ちょっとね、まあ、予約するかしないか、ちょっとね、大倉大臣とね、相談したいと思います。一応ね、10月7、8、9。あれですね、あれか、東京、日比谷で鉄道模型かなんか、鉄道じゃない。日比谷でなんか鉄道のイベントあるのに、まあ合わせてですかね。7、8、9。まあ9、9日が最終日なんですが、川崎競馬があるんでね。まあ、俺は、大阪に遠征するんだけど、まあ川崎にね、まあ、川崎競馬に行きたいんで。ちょっとね、まあ今回のポチ、まあ新宿を、行かないんで、まあ多分横浜がね、いつあるかわかんないんですけど、まあちょっと横浜があればね、横浜の方に年末ぐらいはちょっとね、行きたいかなと思っております。ではまたね、模型関係の方の発表ありましたらね、動画出したいと思います。まあ、ちょっとね、あと、この模型の動画出してみてね、広告が適すか適さないかやってみて、まあ、適した場合はね、競馬の動画、ちょっと1本だけね、上げてみて、判断見たいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。